時刻は午前3時になりました。岡村隆史さんお疲れ様でした。この時間はロックバンドキングヌーのボーカルキーボードイグサトレがお送りしていきますね。いやー、12月ですって皆さん、参っちゃうね本当に。いつこの年始まったっていう、非常に早いですよ。もう早すぎますよね。先日しちゃいますね。先日かなのね。戦慄かなのですよ、もうね。いやー、どうなんですかね。もう、すっかりやっぱ寒くなりましたから、2週間ぐらいかな、もうそうなってからね。でも、お鍋の時期ですよ。もう、あったかい。お鍋の時期。ね。結局やっぱね、どうなんだろう。鍋一番好きなのかな、何が好きなのかっていうところ、意外と、皆さん突き詰めずに、ここまで作ってきちゃったと思うんですよ。ね、なんでかっていう、なんでかっていうとね、そのやっぱ一人で鍋するわけじゃないっていうところがやっぱ一番でかいのかなと。うん、まあ水炊き、もつ鍋、チゲ鍋、寄せ鍋、まあいろいろありますけれども、やっぱ集団食べるのがね、鍋だからね、どうしてもこうどれが一番いいのかっていうところがね、やっぱその宅飲みで鍋やるときとかね、やっぱミルフィーユ鍋提案してくるやついっぱいいますから、まあ一人ね、だいたい一人いるからね、あの一軍の女子あたりがね、そう言ってくるじゃないですか。ミルフィーユ鍋とかどうみたいな。ヘルシー好きのね、一軍女子。うん。ね。あとやっぱ異常に豆乳鍋ね。異常に豆乳鍋。うん。あれも、だいたい一軍女子。まあ、もしかしたら三軍ぐらいの、ね、ちょっとこう、なんだろうな。ね、健康志向女子、うん、健康だけが取り柄みたいなね、女子はやっぱり豆乳鍋をしてくるよね。なんなんだろう、やっぱ豆乳鍋ってさ、その、なんだろう、あれを、なんて、お皿に持って食べるんだけど、意外と豆乳の風味とかないじゃないですか。あ、これ豆乳にした意味あったかな、みたいな。ね。なんか、だいたいポン酢かけちゃうんだよ、俺は。なんでも。結構、チゲ鍋とかは、もうそれで、その味でいいんだけど、水炊きとか、ミルフィー鍋とか、その辺ってなんかその、ポン酢でいただく、けばもう全部一緒だから、かけちゃうんだけど、そういうの分かってもらえるかな、みんなにはね。まあ、豆乳鍋ね、ちょっとね、だからね、ダメなんだよね、俺。一番腹立つ、なんか。味しねえのに、なんか、あ、健康、お肌にもこう気を使えるし、みたいな、その理由だ、そこの理由だけだから、なんか男からするとやっぱ豆乳鍋っていうのはなんかね、ちょっとどうしても、えっていう。これはちょっとなんか、ぶってないっていう。ちょっとぶってんじゃないかなっていうね。なんかそのなんか、うん、やらしさも感じるかな。まあ、まだミルフィーユ鍋の方がね、なんかちょっと白菜との間にこう、豚バラを挟んで、美味しくいただけるんだけどね。うん、男らしく水炊きがいいよね、やっぱね。豆乳鍋だったらよ。と、あと、まあ、そうだね。締めは麺か米かみたいなね。ここもなかなか分かれるよね。やっぱり僕のね、実家は、まあ、あれだね。やっぱ米農家ではないけど、米をね、趣味で作ってるから、まあ米なんだけど、大体。まあ鍋の具材は、そうだなこれ、興味あるかな。ね。今、話しながらちょっと、これ興味あるのかなって、ちょっとなっちゃいましたけど、うちはね、大体魚物なんですよ。肉じゃなくて。水炊きんで、昆布だしとかで作って、で、まあ、お肉入れないんですよね。お肉ね、なんか食べる習慣がいぐちけてなくて、焼肉とかもね、ほとんどしなかったんですよ。だからなんか、母親も父親もなんかこう、安上がりのものが好きで、それもあってかな、ちょっとお肉が高いからっていうのもあって。で、タラかな、白身魚だと。タラとか、こう、サーモンとかが入ってる鍋で、それでの、こう、出汁が出た鍋に、次の日の昼にお米を入れて、いただくっていうね。そういうまあ、で、どうですかこのほっこり話。大丈夫ですかこんな、ね、こういう感じですね。僕んちの鍋事情はね。この辺でいいかな鍋の話はね。あと、そうだね、アカデミー賞ね、話題賞かな、話題賞の投票がスタートしてるみたいですけれども。ね、まあ、先週もあれでしたけど、オールナイト日本リスナーが、まあ、投票で選ぶ賞だと。で、まあ、今年は、まあ、菅田将暉さんとね、星野源さんと岡村隆史さんの水どもへと。まあね、僕には全く関係ない話のはずだったんですよ。
そんなこと気にしないで生きていけばよかった。うん、本当はね。ただですよ、先週ね、岡村さんが、この部屋に乱入してきましたね。うん。聞いてる人はわかると思いますけれども。で、しかもね、ここまで来てそのお知らせをしてくると。いやー、なんか木曜つながりなんだから俺に入れろみたいなね。圧力。うん。結構なプレッシャーでしたよ、あれ。目がマジ。ほんと。いや、なんかこっちはでもテープ回してましたからね。テープどころかもうミクチャでもう全部映してましたから。うん、ね、証人がいっぱいいますから。あんな、公共の場で圧力かけるかなっていう、もうね、なんか、いや、怖かったな、あの顔。本当に。なんか、結構夢に出てきそうなぐらい怖い顔してたもんな。今まで見たことなかったもん、あんな顔。うん。いやー、ね、なんかまあ僕は結局まあその、須田くんに寝るみたいな、まあ確固たる正義を貫きましたけれどもね。うん。まあそしたらまあ須田くんもなんと、ね、先週の放送聞いてくれてたみたいで、うん。まあ今週のオールナイトでね、一票確保しましたなんてね。まあ、本当に、僕のリスナーみんな入れるんで。まあ、一票どころじゃないと思いますけれども。まあ、僕はだからね、岡村さんにも入れることはできないんですよ。もうずっと申し訳ないけどね。岡村さん怖い。ね。で、まあ、須田くんはとても優しいっていう。それが全てだから。ね。まあ、今回ばかりはちょっと高志くん本当にごめんって感じかな。ね。まあ、やっぱ僕はね、なんか、結構上の芸人さんよりも同世代の俳優さんを盛り上げたいんですよ。いや、だからね、だからさ、まあさっきもだから岡村さんね、あれだけど、楽屋挨拶っていうかね、ラジオ中にちょっと挨拶してきましたけれども、まあ冒頭で僕今日ちょっとね、遅刻してきたんですよ。このオールナイトニッポンね。なんでかって言うと、タクシーの運転手さんに、有楽町でって言った、滑舌がちょっと悪かったみたいで、浜松町に行っちゃったみたいでね。それも全然岡村さん触れてくんなくて。スルー、もう全然スルーなんだけど。んで、そうそう、またさ、写真を見せてきたのね。ある写真を。んで、見てみたら、めいっ子さんの話したでしょ前、先週かなそれこそめいっ子が、めいっ子女子高生かなうん、キングヌーが大ファンで、で、岡村さんがどうやらなんかアルバムをね、上げて、渡してくれたみたいで、で、すごいファンなんだっていう話をしたと思うんだけど、今日その写真を見せてきて、めいっ子が作ったスマホケースっていうのがあって、いや、俺の顔を20個ぐらい写真で貼り付けてあって、で、ローマ字でイグサトルってこう書いてあるっていうスマホケースね、写真撮って送ってくれたみたいで、なんかすごい恥ずかしくて、岡村さんのメイク俺のガチファンだったのね。いやー、なんだ、あれは結構絵も言われぬなんか恥ずかしさあったなー。で、なんか、やっぱ先週からそのめいっ子がファンなんのっていう俺に言ってきてから、ちょっと対応が変わってきてて、ね、なんか、すっごい下手に出てるよね、なんかね。いや、お願いします、みたいな。今日もラジオ頑張ってくださいっていう、なんか、すごいやらしい感じというか、なんか近づきになれてほんと僕は嬉しいですっていう姿勢が若干ね、伺えて、なんかやらしいなっていうね。40ね、弱いな、何歳ですか ?48 歳ですか彼は。ほんと、49かな、うん、情けないね、ほんとに。めいっ子が好きだから、なんかこんな若手のアーティストにこびるっていうのは、もう僕はちょっとやっぱ見てて先輩の姿勢としては恥ずかしいものを感じざるを得ないですね。うん。じゃあ始めていきましょうか、今週もね。はい。キングヌグサトルのオールナイト日本ゼロ。こんばんは、キングヌのボーカル、キーボードイグサトルです。サトルは竜のりで。お聞きいただきましたのは、キングヌで、ティーネイジャーフォーエバーでした。はい。急に何でしょうか、渋い声で曲受けがありましたけれども、うん、誰ですか？こんばんは、常田大輝です。ありがとうございます。絶対に一生来ないと思われていた男、常田大輝が降臨しました、ということでリスナーの皆さん、キングヌーの全ての生みの親、キングヌーに愛され、キングヌーを愛し愛した男センター大輝くんです。はい、よろしくお願いします。はい、なぜか来ました。しますどうですか、本物ですか？本物なんですか？本物です。本物ですか？本物ですよ。声の低いおじさんとかじゃないですか？違いますよなんで来たんですかね、ちょっと。いや、うん、まあ今日ミレニアムパレードっていう、はいはいはい、さあ
バンドやってて、うん、まあライブあったじゃん、うん、でその打ち上げをやってたんだけど、うん、まあお前もいたんだけどさ、うん、お前のその打ち上げから、うん、あの俺ラジオ行くわっつって、うん、いう顔がなんか悲しくて悲しい顔してて、うん、じゃあ俺も行くわ。ありがとうな。お前は優しいやつ、なんだかんだ言って。いや、お前エモい、あれは演技してたの？いやいやいや、全然嫌だった。いや、おかしいや。それはおかしいや。まあまあ、でもやっぱさ、ちょっとキングヌーの、そのなんか、ツアーの打ち上げもさ、結局その次の日、ベストアーティストで、ね、ちょっとテレビ出演があって出れなくて、ちゃんとできなくてね。で、今日がもうほとんど、キングヌーもいたし、そうだね、ミレニアムパレードね、さ、参加してるしね、みんな。だから今日がもうほぼ一番の打ち上げどころ。じゃん。まあな、うん、で、ラジオ。本当にいらねえ。ごめん、本当にスタッフとリスナーに申し訳ないんだけど、マジで来たくなかった今日。みんなでお酒を飲んでワイワイしたかった。うん、今頃だって本当俺は、あのね、カラオケで、布施明歌ってるとこだったんだよ。まあそうやな。まあ、うん、まあでもお前大阪もあったじゃん。うん、大阪も行ったじゃん。うん、大阪、うん、まあ、そこで終わらせるみたいな感じのこと言ってたけどね。ああ。俺は今年を。いや、終わらせられたよ。終わらせようと思えば終わらせられたんだけど、うん、結構まあ、すごいこともしたし。まあ、すごいことしたね。うん。結構いろんなことしたけど、うん、ね。でも、そうだな、やっぱ今日、もっとやりたかった。せっかくやし。せっかくだし、もっとやりたかった。やれる場があるならばって感じ。ステージがあるなら、ね、うん、そうさすがやな。まあね、まあそんな中だから大輝が見かねてきてくれたっていうことだからね、うん、もうちょっとあんな顔見たのはちょっとね、うん、初めてだった、うん、初めてだった。そんなに。あ、そう、今ティーンもね、今かけたけど解禁されましたね。解禁されたね、うん、ね、どうすか、どうなんだろうみんな。いやでもなんか俺さ、これ書いたのさ、うん、結構前じゃない。めちゃめちゃ前だね。なんか最近ちょっと、うん、忘れてきてんな、みたいなさ、うん、その、ティーネージャーがフォーエバーして、ないんじゃないの、うん、俺らは。うん、いや、もともとしてないけど、もともとしてないよ。してない感じあるけどね。まあ、そうなんだけど、うん、ちょっとこれはいかんな、っていうのは、ちょっとさっきブースの外で聞いてて、うんうん、ちょっと思いましたね。あ、どこに感じたの、それは。俺の。いや、違う、うん、やっぱティーネイジャーを、なんか昔の方がティーネイジャーしてたな。まあ、そりゃそうやね。そうだね。売れて心を、ちょっと売り渡してるもんね。売り渡しちゃった。うん、社長いるからちゃんと言っとけって。もう、あの頃の気持ちなんて。社長嬉しそうやな、お前。社長が嬉しそうやな、ほんと。わーい。バカみたいに喜んでるよ、なんでだよ。なんでだよ。そこはちゃんと考えてほしいよ、ね。まあね、確かに最近ちょっと童心っていうか、もう少年の心で何かやってるってことはちょっと少なくなってきたかもね。え、それは、いや、やっぱお前から一番感じるよ。うわ、うん、出た。ティーネイジャーが、フォーエバー本当歌えんのかっていう、うん、お前が心からね。まあだから、その、なんて言うんだろう、失ったがゆえに歌ってるとかもあるけどね。ああ、哀愁があると。哀愁がある。ああ、もうこいつは亡くなってるっていうのをステージで感じてくれたら、ああ、まあ嬉しいけどね、ああ、俺は。ああ、ああ、こいつにはもう二度と訪れない。ティーンの心っていう。ああ、エモいね。ああ、そうそう。ああ、まあでもほんと前だもんね。この曲だってさ、2年前に、デモを俺が。そうだね。前のアルバムにも入れれたからね。そうだよね、うん。そう、見送ってからのこれだもんね。そうそう。ちょっと温めてたんだよ。そうだよね。やっぱ大事にしてきて、うん、やっぱあそこでちょっと使うのはもったいないな、みたいな。そうそうそう。ことがあってからの、この1月15日リリースアルバム、セレモニーに入るという。お前は。よくできてるな、お前。できてるんだけど、少年の心は失われてる。はい。はーい。はーい。はい。だからちょっとミレニアムパレードのさ、話もちょっと一応しとこうよ、なんか。みんな分かってるかも。いや、そんなものはもうしなくていいよ。あ、そう？うん。ティーネイジャーの。僕的にちょっと持たないかもしんないなっていう不安があってね。その、まあ、今日のライブはめちゃめちゃやばかったね。いや、よかったね。よかったね。いや、もう僕だけね、そのメンバーはみんな出てるから見に行ったんだけど、うん、その大阪もね、実は見に行って遊びにね。うんうん、やっぱ今日の、なんていうか、まとまり感というか、うん、でもみんな演奏もすごい攻めてたし、よかったね。俺はちょっとティーネイジャーを、ちょっと、
取り戻した感じあるね。あ、今日？うん。キングヌーで取り戻さなかったのに？ツアーで。キングヌーはこれからと、これを歌っていく以上は、やっぱ取り戻してかないといけないなと思って。説得力っていう意味でもね。そうそう。うん。ちゃんと歌えないよ。そうだね。うん、ティーンっぽくさ、うん、いや、ギター弾いてんの寒いじゃん。確かに。ちょっとほんと振りだったかも。ツアーのティーン。演技しちゃって、なんかエモく見せてたかも、俺。今気づいたかも。すっごい、なんか姿勢だけ見せて汚いことやってたかも。いや、ファンに申し訳ないね。いや、でもお前のティーンの、要はさ、うん、最近さ、まあ、うん、お前が暴れるコーナーがあるじゃん。はいはいはい、まあ、何かしらの曲で、うん、まあ、ちょっと前はフラッシュで暴れてたけど、最近ティーンで、うん、暴れてんじゃん。うん、あれはもうなんか、ティーンとかじゃなく、うん、よくわかんないけど、いい感じよ。いや、なんていうの、うん、ちょっと動き、あ、変なパフォーマンス、ね。入り乱れたこう、体の動きをね。そうそうそ う, そ う, そ う, うん。ティーンでやるけどね。そうそう。あれを見て、うん、ティーンじゃないんだけど、うん、なんかティーンを、なんていうのかな。演じてるなっていうのともまた違って、もう違ってね、うん、素敵素敵や、ありがとうございます、素敵です。本当にただちょっとここで水差していい？何？ティーンの前にフラッシュ入れてたじゃん、セトリに、うんうん、でフラッシュで動かなくなったっていうのは実は配分を考えて、こいつダメだ、もう終わったわ、もう本当にダメ、アーティストとして死んだ。ああ、なるほどな、うん、お前フラッシュで温存してティーンで暴れるっていうような、うもう2回出したら、あきっとあんまり届かないだろうなっていうのであのフラッシュで動かないようにしてるっていうね、ちょっと実は背景があって、これはね、もうそれは全然ティーネージャーフォーエバーしてない、してないです、 してない、ありがとう、素敵って言っておいてもらって、俺でさえもちょっと騙されてた、うん、でしょ、うん、本当に作詞魂を売った作詞いや、まあ最近ね、もう俺はね、でもね、どうしよう、取り戻したっていうやっぱ瞬間が、やっぱ俺、その大阪だったのね。そのミレパのライブを見た後に、ベロベロに酔っ払って、で、俺、まあ、ギャバクラ行ったじゃん。その後に、大輝にハグしたと思うんだけど、その瞬間に涙がこぼれてるってね、実は。まあ非常に疲れてたのかわかんないんだけど、俺は初めて大輝とハグができたって言って。今までこんなことはしなかったのに、ここに来て、俺は素直に大輝とハグができたっていうので、涙がボロボロこぼれてきて。あそこはやっぱティーンをね、取り戻したかな。で、俺の流し方すごかったし。うん。あ、すごい冷たかった。お前演技だろって言ってたよ。覚えてるよ、そこ。非常に記憶覚えてる。記憶覚えてる。いや、あれちょっと怖かったな。いや、また演技だな、みたいな。まあでも、あれはちょっと、俺も、それもあってちょっと心配になって。ああ、やばいね。うん、バレてた。ちょっと疲れてた。あ、じゃあお前の涙はティーネージャーフォーエバーってこと、うん、あれは、うん。あ、成分として含んでた。ティーンの。涙の中にちゃんと入ってた。少年の心が。じゃあまだいけるね。うん、まだいける。まだ金庫にはいける、ね、まだ大丈夫。まだギリギリ大丈夫。この年末にかけてでまた失われる可能性はある。ああね、いろいろ控えてますからね。大丈夫最近。俺、大輝は結構、俺も大輝結構心配だけどね。何タイアップに追われてさ。あ、結構作曲して、で見ればもう結構その、キングのライブとこう並行してリハが入ってきたりとかさ、あったじゃないですか。でも、もう俺は全然飛ばすよ、平気で。ああ、ええ。うん。もう飛ばしてく。飛ばしてくこれから。もう、うん、無理だったら、うん、飛ばそうかなって。仕事を。仕事を。いや、もう、干されよって。一回干されよって。いや、すごい。まあ、大丈夫しようって。結構タフだね。うん、タフタフタフ、うん。だってそれ結構だって、干されたらまあまあそっから仕事来なくなったりすんじゃん。いや、でも。それもいい、俺ら4人だったら大丈夫やろ。うん、あ、ほんとに。あーい。あーい。いいバンド。あーい。いいバンド。あーい。あーい。いや、もう、すごい。あ、社長いたわ。社長いた、社長いた。まあね、なかなか大変ですよね、うん、最近ね。うん。あ、行きます？じゃあ、ちょっと、せっかく、ミレニアムパレードが何なのかって、また皆さん全然わかんないと思って、うん、今んとこね。そうね。うん。一曲。かけましょうか。そう、さっき、さっき公開した曲がありまして、MV が。一曲聴いてください。はい、ミレニアムパレードで、ロスト&ファウンド。お聴きいただいたのは、ミレニアムパレードで、ロスト&ファウンドでした。いやー。
まあ、曲の感想を言いますと、新しい。うるせえ、バカ。うるせえ。新しいよね。新しいよ、本当に。いや、だってあれでしょ、うん、大輝もなんか記事でさ、うん、あの大輝の口から聞いてないけど、うん、記事でほら、もう一番いい曲が書けた。書けちゃったね。書けちゃいました。どうも。一番いいと思うよ。本当に。あ、こんなに新しいんだなって。ね、ね、あと、こんなに新しいんだ。しか出てないワードが。新しいなっていう。いや、これいい曲ですよ、本当に。いい MV もぜひ見てもらいたいよね。うん、ぜひぜひ。とにかくね。お、リアクションメール来てますね。ラジオネーム、ういろう。常田様、うん、失礼を承知で申し上げますが、うん、常田様のサングラスの、横の白いのが非常に面白いです。いや、まあ、ミクチャを見てる方はね、ちょっと。そう、俺もびっくりしたんだけどね。メイク、そう、今日ちょっとみんなメイクしてたんだよね。そうそうそう。ちょっと、ね、ちょっと新たな、なんていうのかな、民族集団みたいな。うんうん。ああ、なんか民族感あるもんね。そう、民族感あったんだけど、うん、まさか今まで残ってると。すげえ残ってるじゃん。口の あたりとかよだれみたいになってる。白いよだれの跡みたいになってるから。うん、これは結構見た人は。かっこいいしょ。うん、かっこいいしょ。かっこいいね。かっこいいしょ。かっこいいでしょ。かっ、うん、かっこいい。ちょっと怖いけど。ちょっと怖いけど。なるほどね。ということですよ、うん。うん。ありがとうございます。うん。え、もう行っちゃうの？え？そんな感じですか？ああ、じゃあ、もうなんか、ここで常田くんとお別れになるみたいですけども。じゃあ最後に残したことを。井口。はい。愛してるぜ。おい、やめろよ、お前。初めて聞いたよ。来てますね。ラジオネーム、アホクサイホクサイ。ティーネージャーフォーエバー最高です。脳みそが外れて地面に落ちたので、今洗濯してます。嘘つけ、な。嘘つけ、ほんとに。まあでもほんと、そんぐらいなんかやっぱね、俺もそう気に入ってて、この曲は。その、やっぱ2年前に、あいつが、今はもう亡くなっちゃったんだけど、会社の、ね、ソニーの会社の近くに満天ラーメンっていう中華料理屋さんがあって、そこでカウンター席に座りながら、あいつと、なんだっけ、麻婆定食みたいなの食べながら、で、聞かせてくれて、デモをね、あいつの声で入ってて、コーラスとかも、すげえいい曲だなってなって、これは絶対に売れるから早く撮ろうよ、みたいな。すごいなんか、その時の興奮というかね、そう覚えてますよ、僕は。だから脳みそが外れて地面に落ちました、僕も。ラジオネーム、フーマ。あの、常田さん、ドッキリ成功みたいな感じで、登場しましたが、常田さんが、インスタのストーリーで投稿したので、ファンにはバレてます。常田さん、ダサいです。やってんな、あいつ。それでか、なんか、ミクチャのコメントに、これから来るぞ、常田みたいなのね。なんか入ってて。ふざけんなよ。こっちは隠してやってたんだからさ。
最近洗い物もね、結構カズキがやってくれて、洗濯物もすごくも決まっちゃってるから、うん、一生暮らしてな現在公開中の CM とウェブムービーブルボンアルフォート×キングヌースペシャルムービー青を味方に編に、私井口悟が所属するバンドキングヌーの新曲傘が使われていることを記念して生まれたコーナーです。冒険、夢、ロマンをイメージして作られた言葉、アルフォートのようにリスナーの冒険、夢、ロマンを感じる瞬間を送ってもらっています。読まれたメールにぴったりのアルフォートミニを私井口悟がセレクトしてプレゼント。早速紹介していきましょう。ラジオネーム和平ミラ、加湿器の湯気を、もう一回いこうかな、加湿器の湯気を18時間当て続けることで鮭グラタンの火を通すことに成功しました。これが私のアルフォートあのね、結構まあ俺も IH とかなんかね使ってるんだけど、あの湯気結構熱いよね、うん、顔にねやっぱその美顔器的な感じで当てたりするんですけど、うん、あれ熱いから意外とね蒸し器にもなるかもね、うん、かもあくまでもかもということで、これどうしようかな、バニラホワイトかな、行ってみましょうかね。はい。続きまして、ラジオネームゆりかもめん、くたびれたおじさんと可愛いウサギを並べて代わりばんこになでなでする、これが私のアルフォートあーねえ、もうどうなんだね、あの人参をむしゃむしゃ食べてる可愛いウサギさんと会社からくたびって帰ってきてビールを飲んでるおじさんをなでなでするね。でもこう代わりばんこに、でもしかしたらだけど、そのなんだろうな、うん、100回中66回ぐらいおじさんが勝つかもしれないしね、勝ち越してくるかもしれないしあれ結構おじさんなでなでしてるなみたいなね、うん、いや大関のカップとか持ってね、うん、なんかくたびれててほしいけどな、可愛いからね、そうおじさんはね、うん、じゃあどうしようかな、これはビターかな、はい。ラジオネームプレーリー、マンボウの口に指を入れてモヌ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 、これが私のアルフォート可愛いよなあいつ、うん、なんか本当かそうか分かんないんだけど、水族館のマンボウって
あの、マンボウ自体がその急に曲がれないんだって、泳いでる時にすごい壁にぶつかるんだけど、その水族館のマンボウ狭いから壁がね、うん、唇がたらこ唇になっちゃったって、ぶつかりすぎて、うん、だからその唇にモヌモヌされたいよね。かわいいよ、かわ、なんか悲しかわいいね、うん。どうしようかな、プレミアム口どけヘーゼルいとこうかな、うん。続きまして、ラジオネームエビカンパチ。旅先のインドのゲストハウスで知り合ったポーランド人のジョセフが僕に尋ねた。君の名前を漢字で知りたい。僕が日本に来て君を探すことになった時、人に教えてもらわないといけないだろ。ジョセフ、日本はそんなに小さくないよ。そう言って僕は名前と住所を書いた紙切れを手渡した。世界はこうやって繋がる。これが私のアルフォート。かっこいい。こういうの映画で見たことあるけど、かっこいい。ああね、これなんか後のエピソード気になるね。会えたのかなみたいなね。あれから20年ぐらい経って、なんかこうジョセフの奥さんから手紙が来てさ、ジョセフは死にましたとね。ずっとでも晩年は日本のこと、あなたのことをずっと楽しそうに話してましたっていう手紙が来るんだよね。いやー、なんだろうこれ、すごいドラマが展開されそうな、ジョセフと僕っていう、あー、クリント・イーストウッド主演かな。ジョセフがね、クリントね。いやこれなんか、うわー、すごいの来ちゃったな。すごいこう余白がある感じでね。これどうしようかな、これは定番の青ぼこいとこうかな、うん。いや素晴らしいですね。ラジオネームタワシメットボンバー。またお母さんと一緒に自転車に乗りたい。これが私のアルフォート。キングヌーのボーカルキーボードイグサトルです。この時間はキングヌーイグサトルのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますが、このゾーンで一部地域の方とはお別れになります。1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここでキングヌーからのお知らせです。今かかっている新曲、ソニーの完全ワイヤレス型ノイキャンイヤホンと、ウォークマンの CM ソングになってますね。ティーネージャーフォーエバーが12月20日に配信スタートしますね。お楽しみに。それからですね、来年1月15日にキングのニューアルバムセレモニーがリリースされますね。これもティーネージャーフォーエバーも完全に入ってますんで、ぜひお願いいたします。さらにさらに、来年2月29日マリンメッセ福岡公演を皮切りにですね、キングヌーライブツアー2020セレモニーがスタートしますんで、これもライブ応募まだ始まってませんけれども、よろしくお願いします。そしてですね、ホンダベゼル新 CM プレイベゼル、昼夜編の、CM ソングにですね、キングヌーの新曲小さな惑星がですね使用されておりますので、これもね、まあ僕はすごいいい曲だと思って
んでね、もうこれはもうこれもアルバムに入るのかな入らないのかな分かんないですけど、うん、お楽しみということで、スマートフォン向けや、RPG、ロマンシングサガリユニバース1周年を記念した、テレビ CM ソングにですねキングの新曲ユーモアが使用されております。もうタイアップ祭りだ、それからですね12月27日金曜から生放送、M ステウルトラスーパーライブに出演します。ねえ、M ステも出ちゃうんだ。階段はどうするのかという質問はやめてください。殺すぞ。ね。あとは自分で調べてください。そういう時代ですんでね。まあ、紅白も出ますんでよろしくお願いします。はい。じゃあリアクション来てますね。はい。ラジオネームギュンタ。来週のほぼ全曲オンエアですが、キングヌーの曲を全部合わせて計算したら83分くらいでした。つまり、喋りを究極に削ぎ落としたら全曲いけます。井口、頼む。あんま喋んな。もう、あれいいのか来なくていいかなもう、なんか、もったいないじゃん。曲振りの時間とかも全部。あ、いいかもね。もうなんか全部ね、ほんとなんか、なんか人気の曲とかだったら2回ぐらい流してさ。ね、もう持たせられるし。洗いもいらないじゃん。だから。ずっとこう、見守ってるだけっていう。いい曲だなっていう。全曲いけちゃうんだね。まあちょっとどうなんだろうね。この曲紹介だけもうこの後レクしちゃおうか。なんだったら。来週流そうよ。だからそれで。パッと終わるでしょ。ね。そんな曲ないし、俺ら。いやー、その手があったか。お前は本当になんか甘い、あれをなんか誘惑をしてくるんじゃないよ。本当にやりたくなっちゃうから、俺は。ということで、どうしようかな。ここで一曲かけちゃおうかな。はい、12月20日に配信がスタートするキングヌーの新曲です。もう一回かけます。キングヌーでティーネージャーフォーエバー。そうだな。今夜はボルメテウスホワイトドラゴンが気分かな。キングヌーグサトルのオールナイトニッポンゼロ。ダブルブレイカー。このクリーチャーがシールドをブレイクするとき、相手はそのシールドを手札に加える代わりに墓地に置く。
時刻は午前4時になりました。キングヌーのボーカルキーボードイグサトルです。この時間はキングヌーイグサトルのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。はい、リアクションメール来てますね。ラジオネーム桃太郎す。イグスさん、わかりました。M ステの階段はどうするんですかとは聞きません、絶対に。たまるか、もう降りないから。うん、 M ステ、あの階段壊すから、壊す、もう壊す壊す、聞いてくれ、頼む。聞いてくれ、頼むから。続きまして、ラジオネームニック。ツンダトさん、来てくれて嬉しかったです。あの言葉聞きました？愛してるですよ。月9じゃん。いや、キムタクじゃん。かっけえよ、常田さん。マジかっけえ。また来て。ねえ。なんか、ずるくない？普通に。俺が愛してるぜ、とか言うとさ、めちゃめちゃ気持ち悪いじゃん。もう、かっこたる、あの、イケメン、ハンサムな顔で言うからこそ成り立つものであって、なんだろうね、冷たくだね、だから。キムタクじゃなくて冷たくだね。うん。いや、かっこいいな。ちょ、待てよって言っても成り立つもんね、別に。いや、いいな。続きまして、ラジオネームアルパカ。井口さん、何ですか今日、ティーネージャー2回も流して。常田さん来たと思ったらミレパの新曲流して最高じゃないですか。マジで俺の体の骨という骨が軟体人間になってます。のもね、ありがたいですけど、それはなんか褒めてるのかな。褒めてね、わかんないですけど、まあ、やっぱ骨抜きにされたっていうことですかね。いや、すごい、いや、今日はなんかね、新曲回帰みたいなのが多くて、いやー、なんかすごい、あれとあれが同じ人間が作ってるってのがちょっと信じられないよね。ね、ミレンパレードとキングヌーでやっぱ全然毛色が違うから、まあ、どっちもやっぱあいつの作りたいものではあるんだけれども、いや、いい曲ですね、どっちも。とにかく。うん。ありがとうございます、そういう感想。続きまして、ラジオネーム、ストロール。メンヘライグスさんと一緒に暮らしている新井さん、本当に尊敬します。同居を辞めるときは、事前に情報を仕入れて、新井さんを僕が守ります。代わりに刺されても構いません。なんでそんな覚悟決めてんだよ。ごめんなさい。ごめんなさい。無視しました。ちょっと。でも、本当にあの、なんだろうな、まあライトずっと住まけに行かないのかもしれないけれども、もしかしたらあいつが結婚して俺が結婚したとしても4人暮らしとかもあるかもしれないからね。いや、歪んでるよ本当に。まあ俺は結婚しないからね、和樹と結婚するから。やばい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 、黙っちゃった、ごめんなさいね。ラジオなのにちょっとごめんなさい、すごいサスペンスになってましたけど。ということで、今夜のメールテーマは12月メールということでですね、リスナーの12月のエピソードを紹介してもらっております。じゃあ、ラジオネームヌーン。高校の頃、高校の弱小なぎなた部に所属していた自分は、いきなりやばいね、なぎなた部ですか。もう、3年生が抜けた7月から3人しかいない新チームの主将になりました。その時、なぎなたを題材にした連載漫画に感化されていた僕は、朝日なぐかな、熱血スパルタなぎなたボーイと化しました。な、熱血スパルタなんだね。うん。以前の先輩たちのぬるい練習から超強豪校の練習を取り入れ、弱小なのに練習だけスーパーハードで、他の生徒から肝部活と呼ばれていました。めちゃくちゃ嫌じゃない？うわー、肝部活って言われてたんだよ。そんな練習をこなしてきた12月に地区の大会があり、3人全員出場。ここまできつい練習をしてきたんだ、勝てると意気込んで、臨み、3人とも1分持たずに敗れる大爆散ぶり。次の日に自分以外のメンバーは退部していきました。なぎなた部は、次の年の7月に廃部。二度と12月を迎えることはありませんでした。うわぁ、そういうことか。なかなか繋がんねえなと思ってたの、12月に。うわ、廃部で。うわぁ、そうか。ちょっとねー、やっぱ、感化されますよね、漫画にね。僕も最近あのブルージャイアントっていうあのジャズサックスプレイヤーの成り上がっていくって話をね、読んでからすごい音楽を楽しいなって思うようになって。まあ今以上にね、まあ前も、あの、やっぱそれに感化されるとこあるからさ、
いや、ワンピースとか読んでもやっぱね、主人公のかっこよさとかさ、やっぱ、影響されちゃうからね。やっぱそれで、実際にやってみてもダメなのはダメだからね。悲しいな、本当に。楽しく練習したかったね。それだったら。でも、それは無駄なことじゃないですから。ちゃんと、必死にやっても、まあ、負けたとしてもね、それはそれでいいですから。お疲れ様でした、12月ね。迎えることなく。ラジオネーム、センス。僕が中学2年生の時の12月、好きな女の子が面白い人が好きと言っていました。僕は当時スポーツ狩りで空手部という硬派を絵に描いたような男だったので、やんちゃな感じを出しつつ面白いことしてやろうと思い、給食を食べながら寝たふりをしてみました。しかし、その子の反応は、ご飯を残す人はありえない。しかも、嘘ねだし。としっかりバレてしまいました。それから冬休みに入るまで一軍の女子からしっかりと孤立あの時めちゃくちゃ食うやつとして女子にアピールできてたらめっちゃモテただろうなぁと後悔しています。面白い人を演出しようとして、飯食いながら寝たふりするって童貞の考えることはこれだから最悪ですねそうか。まあ、なんか、難しいな。なんかその、ギャグに見えるか見えないかみたいな話なのかな、これはね。これもうしょうがないよね。なんか、スポーツ狩りの空手部っていう時点でやっぱ、本当に申し訳ないんだけど、多分モテないしね。どんなにやっぱ面白いことしててもさ、なんか、どうなんだろうなぁ。やっぱ今、めちゃ食うやつも今モテないしね。どんどん装飾化してるから。食も、恋も。ねえ、なかなかね見た目がいいすべてなんだよね。ごめんね、本当に。ラジオネームセンスに申し訳ないんだけど。だから、常田と俺みたいなもんなんですよ。本当に。イケメンが制してきたから。この世の中。イケメンとカリスマね。なんか、ポッと、なんか面白そうなこと言えば、うわ、ドッみたいな。ドッって受けるから。なんか、常田が意外と、面白いこと言うんですかみたいな。常田さん、意外と面白いこと言うみたいな。そう、ギャップでしかねえから、あいつは。わかるかな。そう、俺の方が、だから、優れてる、よ。悲しきかな。騙されんな、イケメンに。本当に、すっからかんだから。でも全部曲変えてるのあいつなんだよな。全部すっからかんなの俺。全部持って生まれてんだよなあいつ。怖いわー、本当に。ということで、そんなあいつの一曲、ミレニアムパレードで、ロスト&ファウンド。パレードでロスターのファンドでした。続いてはこちらのコーナー、 CV イグサトル。俺イグサトル26歳、現在声優吹き替え俳優目指して奮闘中。リスナーの君が送ってくれたシナリオをもとに井口が頑張って演じる、そんなコーナーだ。はい、ラジオネーム日帰りデンマーク。あの僕とパラパラを踊ってくれませんか。紹介遅れました。僕、48時間耐久でパラパラを踊り続けないと、罰ゲームで戸籍上、犬に変えられてしまうチャレンジに挑戦中の、パラパラボーイと申します。なんで一緒に踊ってほしいかっていうと、4時間を過ぎたあたりから飽きちゃったんです、パラパラに。こんな思い詰めた表情でも、パラパラを踊らないといけない状況にも情けなくなってまして。もう一度聞きます。僕と残り36時間、パラパラを踊ってくれませんか。ダメ。ですよね。ですよね。いやいや、大丈夫です。全然、本当、僕一人でどうにかしますんで。肘をくるくる回しすぎて、肘からジェット気流が発生してるんじゃないかな。マジできつい。でも、戸籍上犬にはなりたくない。でもダメだ。限界ナイトオブファイヤー !48 時間後。何なんでしょうね、本当に訳がわからねえ。
なんですか、戸籍上に犬っていう項目があるんですか、そもそもが。なんかありそうだね。でもフィリピンとかだったらね、もしかしたらあの路上に犬とかいっぱいいるから、もしかしたらね、家犬と外犬みたいな意味合いでこう戸籍上の犬みたいなのあるかもしれないけれども、まあ別に戸籍上犬だからといってあの合わせる必要もないしね、ワンワンワンってね。いやー、なんかまたすごいの来ましたね、なんかね。ラジオネーム24時。あ、一人です。お好きな席にどうぞ。お好きな席、人が座っていようがいまいが、お好きなら座ってよいってことですか。あ、だったら私はあそこでチャーハンを頬張っているお姉さんの膝に座りたいんですが、あのすいません、そこいいですか。あ、いえ、隣じゃなくてそこ、そう、そこ。あ、ダメですか。いや、でもね、お好きな席どうぞって言われたんですよ。相席ってことでどうでしょう。あ、帰りますか。だったら私も違う席に行きますけどね。いや、その席っていうか、あなたの膝の上に座りたかっただけなんで。何なんですか、この人は。いつも、ねえ、いつもやってるわけじゃないのかな。初めて席に着くんですかね、この人はね。いや、中華屋でしょ、しかもチャーハンってことは。ファミレスか中華屋でしょ。いや、怖いなぁ。もしかしたらなんかサンマルクカフェとかにも出現するんですかね、こういう人はね。いや、この、膝の上にね、僕も座りたいですよ、なんだったら。でもね、捕まっちゃうよ。ということで続きまして。ラジオネーム、アクセルライダー。ご来店中のお客様に、迷子のお知らせをいたします。赤いワンピースとナイキのスニーカー、肩から下げるはアナルパール、腰にオナホを携えて一人称が Y の3歳ぐらいの男の子がサービスカウンターでお連れ様をお待ちです。お心当たりのお客様は一回サービスカウンターまでお越しくださいませ。繰り返し迷子のお知らせをいたします。先ほどお知らせいたしました男の子がお連れ様にお話ししたいことがあるそうなので、どうかお聞き逃しのないようにお願いいたします。ぽっちゃん、わい、嘘ついた。トイズラスなんて行きたないねん。ほんまはアダルトショップに行きたかったね。父ちゃん、わいな、大人になったらでっかいオナホになりたいねん。オナホになってみんなを気持ちよくさせたいねん。父ちゃんも、じいちゃんも、ポチも、いつも石投げてくるおっちゃんも、みんな気持ちよくさせたいねん。恥ずかしい息子でほんまごめんな。こんなバカ息子許してくれるんやったら、どうか迎えに来てくれんかな。ありがとうございました。お心当たりのお父様は、至急一回、サービスカウンターまでお越しくださいませ。なんなんでしょうね。もうわかんないですけど、もう、まあ、この3歳児ですか3歳児ですよ、これ。一旦皆さんも忘れてるかなと思いますけど、Y、三人称が Y、一人称が Y の3歳ぐらいの男の子ね。で、こと細かにやっぱ、なりを説明しなきゃいけないから、サービスカウンターは。まあ、フラチな男の子と、フラチなデパートね。なるほどね。これちょっともうなんか、結構あの、長くやってるじゃないか、CV コーナー。で、尽きないよね。すごいよ、これは。すごいことですよ。皆さんの想像力が尽きないっていう。もうちょっとなんかさ、やっぱ映画とかね、ワンシーンって切り取ってたら、もうネタがなくなるかなと思ってたけど、あれよ、これよ。出てきますよ、やっぱり。すごいね。さて、どうやらここまでのようだ。引き続き簡単なシナリオを随時募集している。受付メールアドレスは、kg@allnightnippon.com。kg@allnightnippon.com。キングヌの頭文字を取って KG ってわけ。メールの件名にローマ字で CV と書いていただけると助かるんだよね。キャプテンミキサーエコーを頼む。リスナーのみんな、ホタルイカ。
嘘つき。お送りしてきましたキングヌイグサトルのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。ミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、リアクション来てますね。ラジオネームサック、イグサ、わかったよ、わかったわかった、イグサは M ステの階段を普通に降りるんですね。ふざけないしボケないし平然とした顔で普通に降りる、絶対に変な感じで降りない、普通に降りるイグサ、イグサそれでいいんだね、本当にそれでいいんだね、本当にいいんだねね。まあじゃあ楽しみにしとくよ当日。おいおいあい、続きましてラジオネームロット、ティーネイジャーフォーエバーとロスト&ファウンド、2回流れて腹筋が8兆個に割れました。細胞分裂に戻っちゃったのかな。で質問なんですが、ミレパの曲って誰が歌ってるんですか。井口じゃないなら、え、もしかして常田さんですか。こんなバカに届いたのか、この曲は。こんなバカに届いたのか。まあね、いい曲だと言ってくれてますからありがたいですね。誰が歌ったか、エレムホイっていうあの女性の、まあ、僕らのあのあこれそれこそね、ティーネージャーフォーエバーの冒頭のコーラスも歌ってくれてたりとか、コーラスでね、ちょくちょく参加してくれたりしてるんですよ。だからもう割とキングヌーとゆかりが深いというか、エルムホイっていう女の子ね。うん、皆さんちょっと調べてみてください、ぜひ。続きまして、ラジオネーム味噌クリームコロッケ。イグスさん、新井さんと結婚するって本気で言ってますか？だったら黙っていられません。新井さんと結婚するのは僕です。家事全般を全てこなし、クソ人間のイグスのお世話をする母性、さらにベースの天才、あと顔がマジでタイプです。イグスさん邪魔しないでください。あー、じゃあこれから君は新井に知り合ってそこから仲良くなろうって言ってるってわけだ。悪いけどね、あのお前の悪口めちゃめちゃ言うから新井に。そうなった場合もう固めてくよ本当に。もうだから大輝も味噌クリームコロッケのことをもう全然気に入ってないしみたいな、うん、もうそういうことになるよ本当。全然近寄らせないから和樹には。わあ、ちょっと悪い虫つかないに守ってくれたんだ井口っていう風になるから、もうなんだったら。いやー本当ね、だから味噌クリームコロッケめっちゃ性格悪いらしいよって言うから、ごめんけど。新井はまあ来週来てくれますんで、全曲オンエアお願いしますね、皆さん楽しみにしてください。ということで、日本放送でお聞きの方はこの後4時30分から上柳正彦朝ばロケです。ということで、ここまでの相手はキングヌイグサトルでした。皆さんお元気でー。